逮捕されたメンバーへのサポートを訴えるロゴストップ、ハンティンドン・アニマル・クルエルティとは、動物実験に反対する組織、シャック。エコテロリスト、動物実験反対運動過激派、動物用ゴゲリラなどと呼ばれる。米国にテロ組織と認定された。日本では、ハンティンドンの動物虐待組織、ハンティンドンの動物虐待ストップなどと翻訳されることもある。 1999年11月にイギリスのバーミンガムで民間研究会社ハンティンドンライフサイエンスの動物事件を物理的に阻止するために結成された組織。英国の動物愛護活動家、クレック・エイブリーとヘザー・ジェームズが1999年11月にテレビで放映されたペタメンバーが潜入し撮影した HLS 社内で ビーグル犬が虐待されているビデオに影響され、設立した。HLS 社への攻撃は動物解放戦線が提唱しており、シャックも実質的に動物解放戦線の活動の一環であるとみなされている。HLS 社が米国に進出したのに伴い、2000年にシャックが設立され、主に米国内で過激な活動を行った。 英国に本部を置くシャックと米国に本部を置くシャックの活動は一体化しており、一般的にシャックという場合は、シャック及びシャックを含む。米国では2003年からシャックの活動が本格化した時期で、この年から米国のエコテロリスト事件が急増し、FBI がテロ対策の人員を10年前に比べ倍増して対応したほどであった。ある損害保険会社は、シャックは 動物解放戦線、地球解放戦線とも連携し、組織のネットワーク化を図り、攻撃の性質により、組織名を使い分けているのが実情としている。その根拠は、シャックのホームページに掲載される活動記録が、シャック、アルフ、エルフによるものが混在し、その情報元とされる外部リンクが、アルフのバイトバックであるなど、これらの組織間に、 明確な区別がないことなどで裏付けられていると、レポートしている。また、シャック、アルフ、エルフは緩やかに組織されており、メンバーの重複、入れ替わりも多いため、取り締まりは困難ともされた。英国や米国など各国が、エコテロリストへの対策法を強化して、シャックなどの過激派を取り締まったため、相当程度弱まったと、大阪大学准教授。 黒沢つは2008年の学術誌に書いた。拡声器で活動を行う活動家環境テロの実行形態としては、アルフ、エルフ、シャック等の共同のテロ行為が1999年以降大幅に増加した。動物虐待、自然環境破壊またはそれらから搾取することで利益を得る企業、組織等に対し、経済的な打撃を与えることを主たる目的とした。 攻撃対象は従業員や顧客にも及んだり、関係する金融機関、物品の納入会社にまで及んだ。また、その目的の達成のために、メディア等で取り上げられる手法が用いられた。街頭デモなどの合法的な抗議活動を行う場合もあるが、その活動の多くは脅迫、中傷、暴行、障害、窃盗、放火、爆破などの非合法活動が中心となっている。 埋挙に暇がないほど、非合法行為、妨害行為を行い、殺すと脅すこともあった。シャックは、公式には、非合法な抗議、妨害活動を認めていないが、非合法活動により逮捕、拘束される構成員が多い。シャックの表明では、こうした非合法活動により HLS 社への関与を取りやめた企業は87社に上るとし、2004年に報道された。 特にイギリスのロンドンにおいて現地日系製薬会社をターゲットにした暴力的かつ反社会的な行動が続発した。このため一部の製薬会社は裁判所にシャックに対するインジャンクションを求め企業に近づいただけで逮捕されるようになった。2001年2月22日ブライアンキャスオーダー事件ハンティンドンライフサイエンス社長ブライアンキャスが イギリスケンブリッジシャー州セントアイブスの自宅前において妻と当時3歳の子供の目の前で3人の覆面をしたものに殴打され一命を取り留めた。この事件に関わった犯人の一人は3年間投獄された。2001年4月、英国籍女性シャック活動家が大阪大学の実験施設に侵入し動物実験のビデオテープを盗み、 建造物侵入と窃盗容疑が発生。また、4月20日、上記の大阪大学の実験施設に侵入した、シャック活動家と、東京都都内の非営利組織アニマルライツセンター、代表及び同じく都内の動物権利、擁護団体ヘルプアニマルズ代表の3人が、東京都文京区の順天堂大学医学部に侵入、実験用動物を飼育している施設から雑種券1匹を、 盗んだ容疑も発生。2002年6月、シャックは蒸気を含む日本の語大学の動物実験施設に侵入して内部を撮影したり資料を持ち出した上でインターネットで公開し避難。被害を受けた大学は警察に届け、英国警察も協力し犯人を特定。その後、シャック活動家が再度訪日した際に逮捕し、懲役3年となった。 この事件について2003年の科学雑誌ネイチャーは動物実験について研究所は目的、意義、理由を明確に説明できるものだとした上で大阪大学が言うにはこの事件の結果部外者が研究所に入り込まないように警備が強化されただけでしかなかったと伝えた。米国で有罪となった構成員6人 HLS 社の職員対象の 自動車爆発事件や HLS 住役2名に対して暴行した。3人が逮捕され、有罪が宣告された。英国政府は、シャックをテロ集団として監視した。また、HLS 社によると、殺人予告もあったという。2009年1月、a k 地法院は、シャックの活動家7人に、脅迫罪で金庫4から11年を言い渡した。 検察側は契約40社が過激な抗議の標的となり、被害額が2001年からの6年で総額1260万ポンドに達したことや、HLS 幹部が幼児性愛主義者だといったデマを流したり、偽爆弾やエイズウイルスに汚染されているとの一文を添えた針を送りつけるなどしたとしていた。日経製薬会社7社の在営幹部も過激な抗議を受けたことがあった。 2004年5月20日、内密にニュージャージー州連邦大陪審はメンバーの起訴を決定。5月26日、FBI は全米各地でシャックの構成員7人を一斉に逮捕。同日、アニマルエンタープライズプロテクションアクト1992に基づき5つの罪状で起訴。起訴状によれば、シャックはニュージャージー州ミルストーンにある。 HLS 社の業務停止を目的として、メンバーや支援者に直接行動を奨励し、HLS 社社員に対する脅迫やサイバーテロを行ったとしている。6月、容疑者1名は免責され、残りの構成員6人の公判が始まる。2006年3月2日、ニュージャージー州連邦裁判所で、陪審団が組織としての再チェシーと、シャック6に有罪の評決。 6月12日、ニュージャージー州連邦裁判所が、シャック6の最新の申し立てを却下。9月、シャック6に、ニュージャージー州連邦裁判所で、判決の言い渡し。刑期は長いもので6年、短いもので1年であり、共同で100万ドルの損害賠償の支払いを命じられた。シャックの犯行に加わり逮捕され、刑期を終えた、活動家の中には、2012年、 日本でシーシェパードの活動を手伝っていることが報じられたジョシュア・ハーパーもいる。子会社、従業員を含む、シャックや構成員の行為と推定されるものも含む、ありがとうございます。